アンティタムはアメリカ海軍のエセックス級航空母艦で同級空母としては15番目に収益した。艦名は南北戦争でのアンティタムの戦いにちなむ、その名を持つ艦としては2世紀目。第二次世界大戦中に撮影アンティタムは1943年3月15日、ペンシルベニア州フィラデルフィアのフィラデルフィア海軍造船所で寄港した。 1944年8月20日、タイリングスプ人によって命名、浸水し、1945年1月28日に、ジェームズ・アール・ターグ艦長の指揮下収益する。アンティタムは、フィラデルフィア沖での成長訓練を3月2日までに完了し、3月5日に、ハンプトン・ローズに到着する。その後22日までノーフォークから作戦活動を行い、 西インド諸島のトリニダード島に向けて、チェサピーク湾を出港する。成長航海が終了すると4月28日にフィラデルフィアに帰還し、5月19日まで修理を行った後出港した。3日後にノーフォークに停泊し、その後駆逐艦ヒグビー、高速輸送艦ジョージ・ W ・イングラム、アイラ・ジェフリーと共にパナマ運河に向かう。5月31日に、 クリストバルに到着し、翌日運河を通過、サンディエゴへ向かう。サンディエゴでは6月10日から13日まで停泊し、その後最初の太平洋横断に出港する。アンティータムは6月19日に、新自湾に到着し8月12日まで、ハワイ島で訓練部隊の先導を行った。オアフ島出港から3日後、アンティータムは日本の降伏及び戦闘停止を知る。 したがって8月19日にエニウェトク間省に到着した時、アンティータムの任務は戦闘から日本の占領支援に変更となった。8月21日に空ーボ、カボット、護衛駆逐艦と共にエニウェトクを出港した。途中でグアム島のアップラ湾に検査のため停泊、8月27日に出港した。アンティータムは沖縄に8月30日、 9月1日停泊し、その後上海付近の中国海域に到着した。アンティータムは第二次世界大戦中に巡航したものの、実戦任務は経験しなかった。アンティータムは3年ほど極東で活動する。航海を中心に作戦活動に従事し、アンティータムの関西機部隊は中国北部、満州及び朝鮮半島のアメリカ占領軍を支援した。 同部隊はその間に中国の国境内戦に対して監視任務に従事する。この期間にアンティタムは航海から日本本土、沖縄、フィリピン及びマリアナ諸島をたびたび訪れた。横須賀で補給中海軍の規模縮小の流れを受け、アンティタムは同警官の多くと同様に予備役に編入される。1949年6月21日より、 カリフォルニア州アラメダで保管状態に入るが、朝鮮戦争が1950年6月に勃発すると最終駅が決定する。12月6日に最終駅の準備を始め、1951年1月17日にジョージ・ジェール・フェク艦長の指揮下最終駅する。アンティタムはアラメダからカリフォルニア沿岸で成長訓練を行い、5月14日に サンディエゴを出港する。真珠湾へ到着した後7月にサンディエゴに帰還し、8月に再び出港、9月8日に真珠湾に到着し、その後極東に向かう。その秋に目的地に到着すると11月後半までに、その管理で唯一の戦闘任務に従事する。第77空母機動部隊と共に朝鮮半島沖に4度の展開を行う。 その任務の間に横須賀に数度寄港し、搭載航空団は北朝鮮に対する攻撃と国連軍地上部隊に対する支援をはじめとする様々な任務を実行した。1951年11月末から1952年3月中旬までアンティータムの航空団は様々な任務で6000回に及ぶ出撃を行った。1952年3月21日に 横須賀に戻ると、アンティータムは本国への帰還準備を始める。アングルドデッキを装備 T-28 練習機を乗せ訓練任務20時アンティータムは4月に帰国すると、太平洋予備役艦隊に再び加わったが、同年夏に最終駅し、8月に大西洋艦隊に合流するため、パナマ運河を通過した。9月にアンティータムはニューヨーク海軍造船所に入り、 アングルドデッキ装着の改装を受ける。10月に攻撃航空母艦へ艦種変更され、分類番号はクバマイナス36となる。改装は12月に完了した。1955年の初めまでロードアイランド州区オンセットポイントから活動し、この間に艦隊及び単独での様々な演習を行う。1953年8月に、 対潜水艦作戦支援空母として、艦種変更され、分類番号は CVS-36 となる。1955年1月に地中海に向けて出港し、3月に第6艦隊に合流する。大西洋艦隊で、対潜水艦船部隊の一部として1956年の秋まで東部海岸に沿って作戦活動を行う。その年の十月、 NATO の対潜水艦船演習参加及び、親善訪問のため東部大西洋に向けて出港する。オランダのロッテルダムに停泊中に、スエズ危機が発生し、アンティータムは、オランダ訪問を切り上げ、アメリカ市民を救助する第6艦隊を支援するためエジプトのアレキサンドリアに、向かう。同任務が終了すると、イタリア海軍士官を上官させ、対潜水艦船演習を先導し、 12月22日にクオンセットポイントに帰還する。1957年初めに東部海岸沿いの作戦活動を再開した後、アンティータムは1957年4月21日にフロリダ州ペンサコーラの海軍航空訓練基地へ配属される。しかしながらペンサコーラの推進は浅かったため名ポートがそのまま母港として指定された。ほぼ2年にわたって、 アンティータムはメイポートから海軍の新パイロットとベル自動着艦システムをはじめとする新型機材のテストを行った。さらに、例年の海軍兵学校生の巡航に参加した。1959年1月にペンサコーラの水路の推進掘り下げ工事が終了した後、アンティータムは母港をメイポートからペンサコーラに変更する。その後アンティータムはペンサコーラを拠点として、 飛行訓練任務に従事した。1961年9月にはハリケーンカーラの被災者に対してテキサス沖合で物資の供給と医療支援を提供した。その1ヶ月後にはハリケーンハティの被害を受けたイギリス領ホンジュラスに対して医療支援、医師、看護婦及び医療関係者の輸送を行った。その後退役までの4年間を飛行訓練任務で過ごした。 1962年10月23日に、アンティータムはその任務をレキシントンと交代し、1963年1月7日に、予備役となる。ペンシルベニア州フィラデルフィアに経流されたアンティータムは1973年5月に、除籍され、1974年2月28日に、スクラップとしてユニオンミネラルズアロイ社に、売却された。アンティータムは、 朝鮮戦争の先行で2つの従軍聖賞を受賞した。艦名はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦へと受け継がれた。アンティタムは1952年に行われた改装によりアメリカ海軍の空母で初めてアングルドデッキを装備した。もっともこれは当時の新技術であったアングルドデッキの有用性を検証することが目的であり。 実験艦としての要素が強かった。他の SX9 空母のうち数隻は、ジェット機運用のための SCB-27A-C 階層を受け、これを経て、SCB-125 階層で、アングルドデッキを装着するに至るが、アンティータムの受けた階層はこれらとは異なるもので、第二次世界大戦中のままの姿を維持しながら、 アングルドデッキを持つという独特の感姿を持つこととなった。アンティータムを用いた検証により、アングルドデッキが有望であることが証明され、他の SX 級及びミッドウェイ級航空母艦へのアングルドデッキ装備、さらにはホレスタル級以降の新型空母へのアングルドデッキ標準装備へとつながった。ありがとうございます。